メデューサ。メデューサは、ギリシア神話に登場する怪物。ゴルゴン三姉妹の一人である。名前は、女王を意味する。姉はステンの、強い女の意。エウリアで、広く彷徨う女あるいは、遠く飛ぶ、女の意と呼ばれ、メデューサは三女にあたる。日本語では長母音を省略してメデューサとはあまり書か,かれず、英語などでの表記、発音の影響からか。 メデューサとも書く。宝石のように輝く目を持ち、見たものを石に変える能力を持つ。かつては見たものを恐怖で、石のように硬直させてしまうとされていたが、途中から現在知られている形に解釈される。頭髪は無数の毒蛇で、イノシシの歯、青銅の手、黄金の翼を持っている腰に蛇を巻いた姿や、イノシシの胴体と馬の下半身になった姿で描かれることもある。 海の神であるポセイドンの愛人であり、ポセイドンとの間に、天馬ペガサスと巨人クルュサオル黄金の剣の意がいる。メデューサはペルセウスによって首を切り落とされ退治された。切り落とされたメデューサの首から滴り落ちた血はペルセウスによって二つの瓶に集められ、アテガに献上された。右側の血管から流れて、右の瓶に入った血には死者を蘇生させる効果が、 左側の血管から流れて、左の瓶に入った血には人を殺す力があったと、される。アテナは後に、死者を蘇生させる、メデューサの血をアスクレピオスに授け、彼はこの血を混ぜた薬を使用した。本来は、ギリシアの先住民族であるペラスゴイヒト、もしくは、アナトリア半島の神話の中で主たる女神の一柱であった。また、コリントスでは、大地の女神とされていた。 ポセイドンの元は、ヘレネス。古代ギリシア人到来以前から存在していた神で、あり、ニシンは夫婦であった。もともと美少女であったメドゥーサは、ワタツミポセイドンとアテナの神殿の一つで交わったために、アテナの怒りを買い、醜い怪物にされてしまう。これに抗議したメドゥーサの姉たちも怪物に変えられてしまう。姉のエウリュアレとステンノは不死身であったが、 メデューサだけはそうでなかったため、ペルセウスに打ち取られたとされる。アテナはその首を自分のヤギ側の縦アイニスにはめ込んだ。別の伝承では、彼女はもともと美少女であり、特に自分の髪を自慢としていたため、アテナと美を競ってその髪を蛇に変えられたとされている。この伝承では、姉妹が存在する場合としない場合がある。メデューサは、 元は単独の女神であったとも考えられる。この話は、旗りの娘アラクネの物語とも混同され、安く、同一視されることもある。醜い姿に変えられたメデューサはアテナなどに、手助けされたペルセウスに首を切られるが、その際に、ペルセウスが持っていた盾は、アテナから借り受けたアイギスとも言われる。メデューサは、見る者を石にしてしまう力を持っており、 これまでは誰も退治できなかったのである。ペルセウスは鏡のように磨き抜かれた盾を見ながら極東、ハルペへ癒えない傷を与え、不死身殺しの武器とされるで眠っているメデューサの首をかっ切った。メデューサの首から溢れ出たちは空かける天馬ペガサスを生んだ。また別殿ではポセイドンとメデューサの子である黄金剣を持ったクルサオルも生まれたとされる。 ペルセウスが空飛ぶ翼のあるサンダルで海を渡っている際、包んであったメデューサの首から血が滴り落ち、それが赤いサンゴになった。切り落としたメデューサの首から滴る血が砂漠に落ち、サソリなどの猛毒の生き物が生まれたともされる。そのキロの途中、ペルセウスは海から突き出た岩に縛り付けられた美女を見つける。その美女の名はアンドロメダといい、母親。 カッシオペアが自分の娘、アンドロメダの方が海のに運ペよりいいと抗言したため、ワタツミ、ポセイドンの怒りに触れ、海の怪物系トス、クジラのイだが、実際は海獣のような姿をした怪物の生贄にされるため、岩に張り付けになっているのだという。かわいそうに思ったペルセウスは、美女を助けることを約束する。美女を襲いに来た海の怪物に、 剣は全く歯が立たず、そこでペルセウスはメデューサの首を取り出し、怪物を石に変えた。ペルセウスは無事に課題を終えたことの感謝の意を含め、加護を知ってくれていたアテナ女神にメデューサの首を送る。アテナは自分の盾であるアイギスにメデューサの首をつけ、最強の盾とした。他のギリシア神話のモチーフ同様、古来からメデューサの神話は、 芸術家のインスピレーションの源泉であった。古代ギリシアやローマにおいてはペルセウスにあやかって武具や防具にメデューサの首が描かれていた。ポンペイ遺跡から発掘されたイッソスの戦いのモザイク画にはメデューサの胸当てをつけたアレクサンダー大王が描かれている。また古代ギリシアでは子供のいたずら帽子と魔よけの意味を込めかまどにメデューサの絵を描いていた。 レオナルド・ダ・ヴィンチやルーベンス、近代では、サルバドール・ダリといったアーティストがメドゥーサをモチーフとした作品を残している。肝硬変などのために肝臓へ、門脈からの血流がスムーズに入らなくなったことなどが原因で発生しうる腹壁状脈土腸がへそを中心として放射状にが行して見られる状態をメドゥーサの頭と呼ぶことがある。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。